どうも、山田です。だよもおります。はい、ということでね、はい、ゴーフェス動画2本目ですね。2本目でございます。1本目の方はですね、池袋の方でですね、ポケカツも全部やっておりました。レイドも回ったし、うん、野生ももちろん撮った。うん、まあでも、メインはレイドだったかな、周りからとしてはね、ね、うん、はい、という感じでございました。撮れたかどんな感じだったのか、よかったらね、そちらの動画をご覧いただきたいんですけれども、移動してきまして、上野ですね。はい。はい、私のホームタウンでございます。イエーイ、こちらでポケ活をねもうすることもう早8年、うん、基本的にずっとここに来ております。もうね、昔からそうですね、はい、ということで、こちらに来てですね、じゃあ私は何やりたいかというとですね、ここからはですね、ジャラコ、ジャラコですよ。そうなんですよ、ジャラコなんですよ。ジャラコの色違いまだ出てない、うん、うん、しかも今日までの間にですね、7キロ卵を割っていればですね、一応ジャラコは出てきて、でこのジャラコの色違い確率が一応もうちょっと高いと、うん、普通に卵の色違い確率高いよ、ジャラコも出るよって言われていたんですけど、私出せませんでした、なので今日のこの時間、そしてまあ明日ももちろんありますけれども、ちょっとね狙っていきたいと。でジャラコなんですけども、基本的に野生で狙おうと思うのは、まあ、無理です全然ないです。うん、なので狙うとしたら実はタスクかなと、うんうん、あの各時間ですよね、このポケモンはこの時間出るよみたいなですね、区切りでですね、タスクどん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 変わっていくんですよ。で今僕ね、池袋からこっちに移動してきたじゃないですか。ということはどういうことかというとですね、この辺のポケストップ今日回してないんですよ、うん、なのでこの辺のタスクやりたい放題、やりたい放題、はい、で15時の部が確かジャラコまた行けるんだよね。だからジャラコを取るためのタスクを回収するんだったら、もうまっさらの今ここ来て、でこの時間からワッと歩くのがベストということで、はい、今からですね、僕は卵割りとタスクですね、あと野生にいるジャラコを狙い撃ちしていく、そういう時間とさせていただこうと思います。はい、でもちろんその以外のねポケモンまだまだ取れてない色違いもおりますので、あとはもう 100% もね、結局まだ取れてないやつらもいます。色違いが取れてないやつもいます。はい、まあ特に色違いで言うとね、鉄火具屋、今鉄火具屋ちょっと終わらしときたいんですよね、次作るか分かんねえから。だから色違いとしては鉄火具屋とジャラコを僕の中で優先度ギューン高めに、はい、はい、この後はちょっと頑張っていこうじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ということで、ではゴーフェスの午後、まあ、2本目やっていきましょう。普通の色ですね。タスクさんじゃらこでした。ちょっとタスクでもいっぱいこの辺回収できるんで、もうジャブジャブやっていきましょう。今これは15時15分とかなんですけども、16時までの間はですね、卵タスク、卵タスク、ひたすらにやっていこう。おい、じゃらこちゃん、よこしょ。はーい、黄色いね。ちょっとピンクのじゃらこどこにいるか教えてほしいんですよね。出てきてちょうだい。からのこれが多分ジャラコタスク。おらいよと。出ません。あの今回ジャラコタスクがね、星の砂を1000貯めるみたいな、集めるみたいなやつなんで、そのタスクをですね、まあもうガンガン回収って感じなんだけど、今ねダイオちゃんと2人でね、なんかタスクが共通じゃなくねみたいな、なんか同じやつ回したけど内容違くないですかねみたいな、そういう話をちょうど今してたところで、悲しみ。そうだとするとね、集めるの大変だねこれ ね、 ね、片方の人間だ、フレンドと回っててもね情報共有できないから、なんかちょっと良くないんじゃないかなちょっとですね、あと1分で終わっちゃうんですけども、うつろいドレイドがあったんで、これね、うつろいともね、実は僕ずっとね出せてない色違い、珍しいですね、結構前かなり経ってて、でしかもあの開催されてる時にプレイもちろんしてるんですよ、うんうんうん、なのにっていう、だから本当にねちょっとこう食い合わせの悪いというか相性の良くない伝説が何体かいて、そのうちの1体ですね、うつろいドは。カミツルギもね前まではそうだったんですけども、この前まあ割と出たんで、うん、よかったって感じで、であとはね、実は僕レックーザがね一番相性悪くて、レックーザね300何十戦かな、ちょっと最近見たけど忘れちゃったけど、2、30ぐらいはやってるはずなんですけど、300戦以上やってて、で100がゼロなんで、まあ珍しいそうなんですよ、なんか出るときマジサッと出る、そうですよね、グラードンとかだって結構 いるでしょう、そうなんですけど、だからなんかグラードン海洋画とか、うん、そういうところは出せてるのに、なぜかレックーザだけなかなか出てこないっていうので、だからね僕としてはね、ウツロイドがその
レックウザぐらいハマる前にちょっと色違いを出しておきたいという気持ちがマジで、ね、あるんですよ。でもここさえ終われば本当にあと鉄火具屋だけじゃないかな、色違いでどうしてもみたいなのは、うん、ウルトラビーストはとか伝説系はもう撮ってないはもうあんまないから、だから今回そういう意味でもウルトラビーストが全体でこうやってピックアップされてるのは、ね、僕はねすごくありがたいんですよね、うんうん、だからちょっとウツロイドちゃん、ちょっと淡い黄色のカラーを見せてくれねえか、見せてくれねえか、見せてくれねえか、まあ、ちなみに私はタスクから出ましたからね、すげえな、羨ましいですよ本当に、青いんだよね青、うん、あちなみにタスク、はい、あの全部一通りこの前ウルトラビースト出たじゃないですか、はいはいはい、全員ね配布あったんですけど、僕も1匹だけ光りまして、お、フェローチェでした。おお、いいじゃないですか。そう、割と当たりの方なんですけど、うん、でも俺フェローチェの色違いのためにさスペイン行ってるから、なんかそうですね、まあまあまあ、まあ、いや俺この前頑張ったけどみたいな君のためにっていう、そういう気持ちにはまあちょっとなったけど、まあいいんだ、まあまあまあ、うん、いいのいいのいいの、うん、あ、ルートもまた終わりましたね。オッケー、ルートは本当逐一ね進めて、消化していくのが良さそうですね、うん、で上のね、そうルートの数もめっちゃ多いのよ、うん、でシンプルな道順のやつもかなり多いからすごくいい。はい、じゃあちょっと引き続きっていうか、やばいね、もう30分経っちゃってんだ。いやそうなんですよ、まずい、もうまずいまずいな、もうちょっと本気で探さないと。そう、うわー、うん、じゃらこ、じゃらこ大変だな。ちょっとあのレイドももちろんやりつつで、でタスク、あ、待って、ズガ飲んでてる、ズガ、ズガ、ズガちゃんどこだ、ズガちゃん、これダメだ、あ、こんなことしていたら、そうだ、あ、こうやってタイムロスしていくんだ、こうやって、あでもまあでも全部やらないといけないからさ、うん、でもあのタスクはあるから、あ、タスク回収しながら回ろう、行きましょう、行きましょう、よし、ちょっとズガドンが近くにあったんで入りました。今日なんだかんだ初ですね、やるのはね、もうね、ズガドン、だって多分もう日本で出ないと思うんだよ、こいつも。厳選チャンスがない気がしてる。そうっすね。伝説系でね、地域限定にしたやつってね、あんまり物にまあよるんだけど、マジ入れ違い全然買えないみたいなことザラだからさ。だからちょっとこいつは、まあ、今回日本で取れるんだったら、まあ、もう一回ちょっと厳選させてもらいますよという感じですね。こいつも一応スペインの方でね、うん、やらせてもらったので、一応手持ちには、まあまあいるかな。だからフレンドで欲しいっていう人がいたらね、渡すこともできるかなぐらいの感じで一応入手はしているんですけども、10、11、11ですし、次行きましょう。ではい、ちょっとジャラコね、はい、タスクやろうと思って回してるんですよ。でジャラコのタスクが、まあ、星の砂せんべいっていうのが出てくるってことは一応分かったんですけど、ないないっす、全然ない、ねねねね、なんかレアタスクっぽいっすね、この感じ。なんかでもじゃあどうしたらいいのじゃあねえ、じゃあ僕らはどうしたらいいのジャラコが欲しい人はもう7キロ卵をもう今日までの間毎日40限界までギフト開けて割っても出ない人出ねえし、どうしたらいいのよねえ、ナイアンちゃん、これはちょっと僕はね、あと8分でこの時間が終わっちゃうので不安だよ。もうそれはあれっすよ、うん、レイドに課金してちょうだいっちゅうことっす。あ、そういうこと、うん、あ、なるほど、出るまでやれよレイドをっちゅうことっす。あ、そういうことか、賢いね、アップにも落ちるしいや、僕の心の中指が立ってしまいそうですね、またね、ちょっとね、心の中指ちょっとまた出てきそうになったら言うんだって言わせてもらいます、よろしくお願いします。はい、7キロ卵を終わりましたので9連でございます。いやー、15時59分、いやー、すごく嫌だこれ、いやー、もう1分追い込みたかったよ。しかもこの後さ、卵が割れちゃうからさ、普通のポケストップ回したくないじゃんって思ったらもう終わってんだよこれ。あー、もう済みました、僕7玉からもうジャラコを出さないと、この後もしくは今出るとかしてくれないと。今出る、今出る、もう今出るかな、祈って祈って、すごいなんか全然祈って祈って、普通の子ばっかり出ちゃって、なんだバルチャイ、バルチャイ、バルバルからの祈り、祈って、スジズバラカチ、祈り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 、負けがに、負けがに、あとの終わり、終わってる、
祈り通じつ僕の祈りに負けんかに出ました最後ね、そうですか。でもう100とかもどうせいないんでしょ。ほらどうせいないんだ。ああそして16時になりました。さよならジャラコ、また明日。明日は大変なんだよ、厳選するの。狙い撃ちできるんだよ。まあ切り替えましょう。はい、はい、切り替え大事ですから。はい、残りの2時間でですね、やれることを全力でやらないとね、もったいないわけですから。でこの後もね、まだね7玉一応入れれると思いますんで、入れていこう。そうですね、もう7玉とレイドしかない。そうなんですよ。じゃあこの後はちょっとレイドも一応視野に入れよう、ジャラコは。うん、でもう決めた決めた。はい、この後ですけど、もうリモートパスバンバン使います僕。あら、もうだってあら明日わかんないんだもん。あらあら。でリモートレイドパスに僕使うの、この後は、はい、ジャラコとお鉄火源でしょ。おウツロイドはまた日本で厳選できると僕は一応踏んでおきます。なる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 。はい、あのあいつは単独で何回も来てるから、うん、でも鉄火源はちょっと怪しいなと思ってるんで、うん、で今言った鉄火源とジャラコの色違いさえコンプできればかなり気が楽になるんで。いやー確かに。そうなのでちょっとそこの2種はもう今から僕はもうパスを投げしちゃいます。いやーということで、こっからスーパー課金人になります。スーパー課金人10倍だということで課金人スタートです。イエス。スーパー課金人になってからの一発目のジャラコ。CP は525。しゃあ行くぞ。10倍だー。あーよし、2人でジャラコレイド入りましたんで開けていきますよ。3、2、1、ゴー。あーくそってー。さあ課金人3戦目だ。ジャラー、あー嫌いやー。ジャラコだけじゃありません。鉄火具屋の色違いも欲しいんです。これは鉄火具屋レイドです。行ってみよっこ。あー白いのを見せなさい。ほらもう一回じゃ。気合い入れ直そう。よらあー黄色い。でも結構強い。まあまあ CP。スーパー課金人になっておよそ1時間、はい、出ているジャラコ、はい、そして鉄火具屋、はい、どちらも方向対地よりも色違い、うん、これのために、割高なパス投げ続けております。はい、はい、成果がありません。ここでちょっと分かったことがあります。はい、割高だからといって、はい、確率が上がるというわけではないということですね。関係ねえでございます。関係ねえですよ。全く因果関係はなさそうです。でもさ、リモートパスはさ、はい、ちょっと確率上げてもいいんじゃねえかなとか思わない？いやでもあれはね、うん、こう歩く時間を短縮する台なんで。なるほどね。うん、まあ一理あるね。一理、うん、でもまあ納得がない感は分かる、うん、だってあと1時間しかないし。ほんとそれ。あと1時間で伝説のウルトラビーストネクロズマ以外は消えちゃうかな。うん、どうなんですかね。でも仙台がそういえば終わった後もちょっとやれたんですよ。なんかね出てましたね、ロスタイムみたいなのがあったから、うん、割とあるか、うん、頑張れちゃうかも。え、スーパー課金人延長。スーパー課金人2あるな。スーパー課金人2あるな。18時からは、うんうん、18時からっていうとなんか、はい、あれですけどね。どっちかというとなんか呪術廻戦的な感じが、ナナミみたいですけど、なんかややこしいですね。ややこしいですね。ここからはですね、はい、ここからは、残業、あ、ダメだ、ドアセした。どんなセリフだったかドアセしましたけど、はい、ポケコインを無限に足すという。いや、ダメですよ、山田さん。あと1時間で出す。あ、だ、そうだ。そう、出す。課金人2じゃない。そうだ、そうだ。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。出したらならなくていいし。ならなくていいし。うん、それはなんかちょっと違うもんね。違う、違う。違うよね。それはもう金に物を言わせてるだけだから。ああ、そうだ。そう。スーパー課金人はそういうんじゃないよって。そういうのじゃない。そういうのじゃない。そういうんじゃない？ちょっと。僕の中でもちょっと分かんなくなってきたんですけども。分かりました。じゃあスーパー課金人として正々堂々と18時までにいっぱい課金します。はい、はい、
やっていきましょう。ちょっとスーパー課金人気づいたんですけどスーパー課金人、はい、はい、スーパー課金人気づいたんですけど、ええ、なんか、はい、暗いなと思って、あ、そうですね、うん、さっきよりちょっと暗いなと思って、なんだろうと思ったんです。ああ、うん、雨が降り出しました。はいはい、ボタボタ、はい、すごくポツポツパラパラと、はい、降り出しまして、非常に不愉快ですはい、涼しいですけどね。いや、涼しいはいいんですよ。だから、うん、これくらいが続くんだったら、うん、まあ許してやらんでもないのですが、はいはい、これ以上降ってしまうとですね、はい、先ほどナイアンティックに対して湧き起こっていた心の中指、はい、こちらがですね、ちょっとこちらのおテント様に対して今、はい、今向かいそうなそんな気配が私ございます。これぐらいだったらいいですよ。そうですね、強まってしまってもしも万が一動けねえとなったら、はい、もうこれはですね、もう、はい、心ではないです、もう本物が本物が出ちゃう。そう、もう初めて8年間僕はそんなもう暴力的なことは何もしてこなかった、はい、うん、8年目にして、解放されてしまうかもしれない。ちょっと今日は出ちゃうかも。なぜならスーパー課金人だからいつもの僕じゃない。ちょっと今日は出てしまうかもしれませんね。抑えれるように自分でも努力します、いやでも言うてる間にすごいボタボタボタ、そうなんですよ、パラパラじゃない、強まってきてますね。ボタボタなんですよ、結構ボタ雨になり始めているので、ってます、ね、なのでちょっとまあでもだから来てよかった。まだ秋葉原は、そうですね、駅にすぐさっと入れるし、電車移動もバッと行けるし、うん、逃げることはまあ可能かなと思います、はい、あとはまあリモパ、そうですね、うん、リモパでレイドはマジでやれるから、ここ入っちゃえば、うんうんうん、なのでちょっとリモパやっぱり課金人、課金人、スーパー課金人やっていこうか。残り1時間、はい、そう、引き続きジャラコはやりながら、狙いは変えず、変えず、はい、いいですか。もう僕はね課金人、もう一発行きましょうか。頼むぜ。じゃらじゃら。あ、違う。あ、高いね。まあまあ、お互い高いと。うん。うん、違う。俺欲しいのはピンク。マサラジンはピンクが欲しい。どうだ。なかなか出ません。なかなか出ません。だっ。あと20分ちょい。やばい。もう時間がない。でもそのタイミングでですね、7キロ卵を9個をやりました。いや、つまりですね、ここでですね、ジャラコ色違い別にあります、せい、可能性あります、あります、あります、出しましょう。じゃあここで出しましょう、ジャラコ色違い、いきます。さあ、さあ、さあ、1匹目は何が出てくるかな。ジャラコー、コアルヒ、あ、コアルヒ、でもね、コアルヒが出てるんですよ今日、あ、確かに色違い、そう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 、色違い、卵が出てるんでね、さあ、次はジャラコー、ジャラコー、なかなか出ませんね。はいはいはい、あ、もう OKOK。三分。三分。出ない。姫も行きますよ。よ、行きますよ。あ、マラカッチ。マラカッチが出るんだよね。ね、ネクスト、ネクスト。ジャラだけど。あ、ジャラだけど。色ジャラじゃない。だけど。色ジャラじゃない。そう、ジャラマラ。まだまだ。マラカッチ。マラ。ジャラマラカッチ。マラ。ジャラカッチ。三人。ピンクではあるが、ピンクではあるが、ジャラッチャラー、負けんかにの色、負けんかにの色、負けんかにの色、あと何個だ、あと何個だ、あと2個くらいが、3人、3人、もう終わり、もうそうそう、うわー、負けんかにの色、まあまあまあ、いや、わかるけど、うん、嬉しいけどさ、私持ってないんで、羨ましいですよ、うん、あ切り替えの速さ、切り替えの速さすぐに切り替えの速さ、すぐにマウントを取りに行く、すごい切り替えの速さ、やってる場合じゃない、やってる場合じゃない、マジでやってる場合じゃない、さっさとさっさと、7玉もう一回最後仕込んで、ラストスパート頑張りましょう。いやー、今ね17もう55分です、うん、もう間もなく終わります。いやー、とりあえず最後の今本当にもうリモパ地獄、うん、リモパ地獄、いやリモパ天国、まあもう分かりませんけども、連戦でございます、はい、もうリモパリモパリモパ延々投げております、はい、まあ、そこでですね、取れ高があったのかどうかはこの後の18時ですね、はい、次の、
結果発表で、はい、ちょっとねお見せしようと思います。ダイオちゃんも僕もですねそれぞれ目当てのウルトラビーストがいますのでね、あとはまあ色違いますのでそのためにですね最後までちょっとねはいスーパー課金陣頑張っていきましょう。はい、はい、さあ18時過ぎてしまいましたが、はい、出ていた鉄格屋レイド、はい、こちらの方に入りましたので、はい、こちらで色違いチェックでございます。頼む出てきてくれ、行くぞ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 、せーのドラ緑だね。ということで、18時となりました。お疲れ様でした。お疲れです。はい、まあ8時間の長丁場ということでね、まあでもその海外とか、はい、デカ公演とか、はいはいはい、バカ暑かったりバカ寒かったり、うん、いろんな環境ね、あと砂漠だったりとかいろんなところで、いろいろありましたけども、もう街中でやるグローバルはもう本当にイージーでございます。いやそうですね。全然全然、うん、本当ただの疲れたで済むんで。これだったらもう全然問題ないです。明日も頑張れるなって感じですね、うん、はい、で一応18時になってもまだこれ以降もね今ね、普通にゲームの方ではウルトラビースト全然出てますレイトでね、うんうん、はい、野生はねちょっともうあの脇荒れになっちゃってますけれどもっていう感じなんでこれ以降も一応やることはできるんですけども、まあ、動画的にはね一応区切りのいいこの18時とかタイミングでまあ以上終わりかなと、うん、はい、いう感じでございます。で、最後にですね、はい、ダヨちゃんのマーシャドウマシャドウ、はい、リサーチ進んでおりましたので、はい、こちらの方をちょっとねどれくらいの強さなのかをチェックしましょうよ。もうもうもう100でしょこれは。もう100だそうぜ。100でしょ。100が出たら神回とさせてください。はい、はい、なかなか出ないんだこれ毎回言うんだけどさフラグを立てようと出たこともない出ないよこういう風に言ってたことない本当に。まあでもちょっとねやっぱり期待はしたいですからね、はい、マーシャドウ100でどやれる未来を信じて信じて開けていきましょう。おい、さあではさあダイオさんの果たしてマーシャドウどれくらい強いのか。はい、これ毎回思うんですけど、なんか音楽変えてほしくないですか。あ、確かにそう、なんかさんかその子に合うでんでででじゃないですか毎回なんかそうそうそう、なんかまあでもあんまりね、毎回毎回こう作曲してもらうのもっていう、まあまあね、ことなんでしょう。そうですね、贅沢言うなと。そう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 、贅沢言うなと、ね、天下の松田さんのいい、まあ、多忙なんだぞと口パカーしてる時のマーシャドウ可愛いですね。マーシャドウ可愛いよね、うん、動いてる時最初なんかちょっとこう弾いてる時はなんか何考えてんだと思うけど、動いてみると結構可愛らしく、ね、見えてきますよね、あの子はね。さあ捕獲が、まあ、3回ね投げる必要があるというこの仕様もね、はいはい、一番最初の幻のミュウの頃からね、うん、変わらず、はい、変わらずでございますから、果たしてこれが。ありがとうございます。はい、入りました。まずは図鑑登録。はい、ててて ん, てててんてててててててん。さあ、あどうでしょうか。開きます。古代ジェットなんです。はい、はい、はい。あう。この上の表情を映したい。絶妙な顔をしております。はい。13、12、11。13、12、11。ありがとうございました。かわいい個体値でございました、お疲れ様でした。結果発表、結果発表、はい、ということで、こちらの動画はですね本日、ゴーフェス初日の14時以降ですね、はい、の撮影と、の分となっております、はい、ここの日の午前中ですよねっていうのはまた1本前の動画で上がっている内容がね、まあ、取れなかったとなっておりますので、よかったらそちらをご覧いただければなというふうに思うんですけども、ではここのラストね4時間でどれくらいの YouTube が出たのかご覧ください、はい、この中で言うとですね 1,2,3,4 列目ですね、上から4列目のツタージャからとなっております、うん、なので 3,6,9,10,11、はい、色違いの数で言うと11匹ですね。なんか緑色の方が多かったのはモノズ、ヒメグマ、キバニア、ツタージャ、この辺が多くて、うん、びっくりしているのは、はい、まさかのプラプラちゃんが、はい、コゲピカ2、コゲピカ2でございました。ありがてーね、これね、ほんとこれはありがたすぎますよ。そう、しかも月の方なんですよ、嬉しい、これ嬉しい。だからもうコンプもした上にその月だったら
フレンドにあげれちゃうということですね。なんちゅうこっちゃで。まあね、今回ちょっとだよちゃんが出てなかった気がしたんで、お月様がね、まだ出ておりません、うん、もしも明日も出なかったら、まあちょっとあげてあげてもいいかなっつって、いやー、出したい、自力で出したいよね、わかる。そうなんです、色違いはね、もらうのと自力で出すのにはね、運転の差があるんだよね。あるこれあるのよ、経営できない、わかる。だから出したいね、でも大丈夫です。僕らチームコラボ今日やって、はい、そこで色違いが1匹ずつ出てるじゃないですか。いやー、でかい、うん、そうなんで、でかいんですよ。でこれを明日もやれるんですから、はい、そう、明日も頑張っていきましょう、これね。やります。そう、チームコラボが大事なことは本当によく分かったから今回、はい、うん、今回のゴーフェスに関してはマジでフレンドと回るべきという感じでしたね。はい、はい、そしたらダイオちゃん、最後どれくらい色違いで結局取れたのか、よかったらちょっと教えてください。はい、私はですね、はい、7匹でございました。7か、後半は7、後半が少しね失速してしまいましたね。そうですね、どうですか、その中で、まあ、これは、まあ、取れてよかったなみたいな色違いはおりましたか。あ、なんか寝ぼしいのはあれですけど、ね、うん、黒ズマぐらいなんですけど、あ、そか、個人的にはあのチゴラスが出てなかったんで。なるほど、あ、嬉しいね、うん、嬉しい。そう、なんかのゴーフェスで、そう、今までちょうどそこ抜けてるみたいなさ色違いが取れることって結構あるから、あるあるある。そう、まあ、僕も今回ね、そう、コアルヒーもそうだったし、あ、それで言うとね、僕もチゴラス取れたんですけど、うん、意外といなかったんですよ、今まで。アマルスはいたけど、チゴラスいないみたいな感じだったんで、うんうん、そこになったんでね、非常に嬉しかったです、うん、はい、ということで、まあ、ちょっと初日が終わってしまいまして、2日目はですね、ゴーフェス内容はね、まずウルトラビーストが一応ネクロズマ以外出ないと、うん、ああいう風に言われておりまして、そして時間ごとのですね、ポケモンの入れ替えがなくなるということで、うん、何かの狙い撃ちがちょっとハードルね上がっちゃうんですけれども、それでもね、まだね、取れてない色違い、明日もまだ狙える可能性ございますので、はい、頑張っていこうと思います。はい、ということで、角田ですけど、まあ、今日多分この後もまだまだレイドできるんで、はいはい、まあ、それはやりながら動画は一応ここで終わりにしておきましょうか。はい、はい、ということでね、明日も明日も、はい、ダヨと山田の珍道中やるで、ゴーフェス2日目珍道中動画お楽しみに。イエス、ということで、今日はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ X インスタグラムやっております、よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよければこちらのチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、お疲れ様でした。